天水軍は中国にかつて存在した軍。関大から東大にかけて現在の甘粛省天水市一帯に設置された。紀元前114年、天水軍が置かれた。天水軍は両州に属し、平城、町仙、恵比寿誘導、餅垣、官兵、明書道、阿陽、略秘道、木、勇士、刺木、清水、笹具都市、老、道、 乱母氏の十六県を管轄した。王王の時、天栄美須軍と解消された。五冠が建国されると、天水軍の将に戻された。七十四年、天水軍は、関陽軍と解消された。木、餅垣、阿陽略陽有士、茂木老、道、乱保氏平城、剣親、城、西の十三県を管轄した。三国隆の初年に、 天水軍の将に戻された。進むの時、天水軍は、旗州に属し、上、木、島佐、信用、剣親、刺激の6県を管轄した。北儀の時、天水軍は上風、剣親、平泉、東進の4県を管轄した。583年、隋が軍政を廃すると、天水軍は、旗州と改められた。 607年に州が廃止されて軍が置かれると、旗州は、天水軍と解消された。上、騎城、清水、新礼、老城、茂激の六県を管轄した。619年、唐が、節教を閉廷すると、天水軍は、唐の旗州となり、総管府が置かれた。742年、旗州は、天水軍と解消された。758年、 天水軍は、旗衆と解消され、天水軍の故障は姿を消した。漢女チリシゲ、五勘所軍国士後、新女チリシジョウ、義所地形師逃げ、随所チリシジョウ、旧当女チリシさん。ありがとうございます。